けのパラダイスな、うん、なんかもうあれもこれもあるようなゲームが最近出たらしいのよね。ほうほうほう、見て見て、すごいじゃねえか。すべてイラストレーターの方がすべて書き下ろしですから。へえ、すごい。なんかゲームするよね、あんたね。決まったものだけって感じですけど、スマホゲームとかはしない。ちょいちょい、あ、スマホ達也とかはね、暇な時にこうやってたりとかするんだけど、うん、あんたがちょっと知ってるか知らないかちょっとわからないんだけど、最近、うん、BMM ゲームズさん、はいはいはい、有名な、はい、っていうところから、ええええ、なんとゲーム系のパラダイスな、うん、なんかもうあれもこれもあるようなゲームが最近出たらしいのよね。ほうほうほう。もう私はもうそれを聞いた瞬間、もうどんなゲームかっつってもすぐ調べて、すぐやって、はい、で、はい、そのゲームがなんですけども、うん、スマホゲームなんだけど、うん、そのメアンズパラダイスなゲームの名前が、はい、クレイブサーガ、うん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 、新版の同士っていうゲームなんですね。内門とかでアキさんとかがやってたやつだ。内門チャンネルで。そう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 、ね、アキさんとかがやってるやつ。なんかチラッと見た。そう、なんか最近内門でも広告が出てきたりとかしてって、うん、あ、そうね、確かにね。まあ、エッチなのよで、だからどういうのなの？それは私はちょっとしか見てないから、その内門さんのやつも、うん、あ、そっかそっかだからどう、動画見てる人は全く知らないと思うじゃん、うん、まあ内門さん見てる方はちょっと知ってるかもしれないけども、うんうんうん、ちょっとそれは説明してほしいわ。分かったわ、じゃあ私が説明いたしましょう。何が説明するの、あんた以外にDMM ゲームズっていう、いろいろところから2月16日にリリースされるソーシャルゲームでございまして、うん、でこのゲームのプロデューサー自身もゲイの方というか、当事者の方らしいんだよね。当事者目線でこういうゲームが欲しかったなとかいうのを作るのに取り組んでるらしいのよ。こういうゲームがあったらいいなとかっていうのを、まあ、取り組んでるみたいで、ゲームも操作しやすかったりとか、うん、分かりやすく、うん、でスマホで簡単に遊べるロールプレインゲーム、ロールプレインなんだ。そう、なんか RPG ね、うん、となってて、で登場するキャラクターがこれがまた魅力なんですよ。はい、まあ、それはまた後でちょっと説明いたします、はい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 、でさらにあのレイドバトルっていうものがあったりとかするんだけど、うん、まあ、協力プレイだったりとか、他のユーザーとチャット機能もあったりとかして、うん、でそのゲーム内で交流もできるよっていう、あ、ね、チャットしながら戦ったりとかできるわけだ。そういうことなんです。皆様わかりましたか？なるほどなるほど。まあでもすごいね、いろんなキャラがあって、でも気になるところはそのなんかエッチ要素がある絵が気になるんだけど、それはまだ見れない。まあこれはね、ちょっと皆様はね、あのちょっと見せれないですけど、うん、強めなモザイク越しだったら見せれるよ。いや、ダメだねこれは見せれないです。ちょっとエッチなんですけれども、うん、見せて。すごいよ、あのこれまた仮画像らしいんですけども、見て見て、すごいじゃねえか。ちゃんとティンコ出てるね。ちょっと見して見して見して、こきってるこきってる普通に。これめっちゃいい、この人。ちゃんとドエロだね。自分でちょっとやりながら、これ男らしい頃をこれをしゃぶってるっていう。すごい、ちゃんとエロ。しかもこれはちゃんとすべてイラストレーターの方がすべて書き下ろしですから。あ、すごい。ちなみにあの見てる方が今もう、ちょっとそういうのはとか、純粋に RPG を楽しみたい、はい、あとまあそういう方とか未成年の方はちゃんと DMM ゲームズ版のエロ要素ない、ちゃんとゲームだけのパターンあるので、2パターンちゃんとあるんだ。はい、すごいね。だから私だったらちょっとアダルトなやつやったり、うん、それは18以上しか登録できないんだよね、うん、はい、ゆうきさんみたいにもうゲームだけガチでやり込みたいみたいな人は、もう普通のノーマルタイプのゲームもあります。リリースされたらメンバーも増えていくそうなので、まあ、実装時に70名っていうだけなんで、今後ね、どんどん更新されていくわけだ。そうそう、あ、すごいね、飽きないね。100、200とか増えちゃう。その分エロも増えていくわけでしょ。すげえ、そういうことよ、皆さん。これからも楽しみになるね。ぜひぜひ、70名以上って今もう70名って多いんだけど、もっともっとキャラクターが増えるのもちょっと楽しみにしたいなと思います、ね、はい、ということで皆さんもレッツクレサガ、イエーイ。女子もお邪魔しますの精神で歓迎。